今日公表された土地取引の標準価格地価、全道1位の上昇率となったのは北広島市共栄町で、これは全国でも1位。ボールパークへの期待感や札幌へのアクセスの良さがその理由です。札幌市内で高い地価上昇率となったのがここ清田区です。住宅街に来てみますと、今まさに新築中の家や比較的新しい家が数多く立ち並んでいます。住宅需要が旺盛な札幌市内において、清田区の平均上昇率は 13.3% で10区のうち1位。 JR や地下鉄がないことから、これまで相対的に地価が低かった清田区ですが、地価高騰が続く札幌市内では手が届くエリアとして注目され始めています。さらに幹線道路沿いには大きな駐車場を持つ大型店がいくつも立ち並んでいて、これも魅力の一つになっています。羊ヶ丘通りと国道36号沿いには大型店が多数立地。清田区内で全てが揃うことも人気の理由です。買い物もするところも家の近くにあったので、とても便利かなと思う。安くはないけど、まあ払えない額ではなかったなっていうのが一番の決め手。交通面でも、まあバス停が遠いわけでもないですし、特に不便は。清田区美しが丘にある洋菓子店です。いちごなど旬のフルーツをふんだんに使ったケーキがこの時期の一押し。創業から23年、店から街を見つめてきた店主の阿比古正幸さんです。昔も今も美しが丘は子育て世代が多いエリアだと感じています。ご年配になられた方の家が空き家になった後に若い世代の方が入ってきたりだとか、戻ってきたお子さんたちが家庭を築いて、で次の子どもたちが生まれてきて、そういったことの繰り返しが起きるのが見えてくるので、そういう意味ではすごく期待ができると思います。わかりました。専門家は交通利便性のいいエリアの地価高騰が清田区人気の背景にあると指摘します。新札幌とか、アクセスがいいところはそれなりに当然人気があるから上がるには上がるんですけど、やっぱりそれ価格との兼ね合いだと思うんですよね。ある程度の一線を超えちゃうと、そこでは買えない層っていうのが出てくるわけで、やっぱり今までバス便だったところっていうのは、地下鉄徒歩圏とかに比べて価格水準が低いわけですから、そういうところにかなり今回需要が流れてるっていう。ためやらぬ住宅需要の高まり、札幌市内の地価上昇は今後も続くと見られています。はい、上昇の一方でこれからのやっぱり街づくりというのも同時に考えていかなくてはいけませんよね。全道一の上昇率がボールパーク効果です。目と鼻の先、北広島市の共栄町ですね。前回でも1位だったんですが、全国でも1位という 26%、 さらに札幌市内はこちら清田区の里塚で 18.6%、相対的な価格の安さとともに胆振東部地震からの復旧が進んだことも上昇の要因の一つだそうです。